あら、中卒の子供らしくバカっぽい顔してるわ。中卒は子供はバカなのね。高校時代からなぜか俺を見下す同級生の志保は、亮太の顔を覗き込んだ。彼女は同大卒で、容姿端麗だが、性格は最悪だった。亮太の顔を見てそう言った志保。俺自身がバカにされるのは許せたが、息子の亮太のことをバカにされたのが悔しくて、ここまで我慢したにもかかわらず、中卒は関係ない。お前、自分が東大行ったからって、息子にまでそんなこと言うと許さないぞ。と、声を荒げてしまった。それを見た亮太は、パパ、この人、松原さんだよね。首にしよっか。と、冷たい声で言った。亮太は見た目は確かに10歳だが、ただの10歳ではない。志保も後にそのことを思い知ることになるのだった。俺の名前は佐藤翔太。多分、すごく普通の中学2年生。サッカー部所属で、ベンチに入れたり入れなかったり、目立つ奴らと違って彼女もいない。そう、本当にごく普通の中学2年生。そんな俺には、得意なものと苦手なものが一つずつあった。まず、得意なものは数学。勉強全般が得意というわけではないんだが、なぜか数学だけは授業もすんなり頭に入ってきたし、それだけでなく、初めて見る応用問題が試験で出されても、苦労せずに解くことができた。学年で俺一人しか正解できなかった難問もあり、数学の成績だけは入学以来ずっと1位をキープしていた。俺が特に好きなのは二進数。10を単位としない数の数え方にはロマンを感じたし、なんだかゲームみたいでとても楽しい。一方で苦手なもの、というか苦手な人は、小学校からの同級生である松原志保という美人だ。志保のやつ、他の人には普通に接するのに、なぜか俺に対してだけ冷たいんだ。小学校低学年の頃は普通に遊んでいたし、お互いの家にも遊びに行く関係だったのに、小学校の修学旅行くらいから急に冷たくなって、俺にだけ嫌なことを言ってくる。佐藤、掃除サボってんじゃないわよ。ほら、ゴミ捨て行ってきたよね。掃除をサボっていた男子は俺だけじゃないのに、志保はそう言って俺にゴミ箱を投げてくる。佐藤、ぼーっとしてないで火止めてよ。本当に役立たずなんだから。理科の実験では誰が火を止めてもいいはずなのに、志保は必ず俺に文句を言ってくる。その上、佐藤が触ったから、もうそのアルコールランプ触れない。なんて、俺を汚いものみたいに言ってくるのだ。本当は俺だって言い返したいんだけど、気が強くて美人で、クラスの女子カーストでも上位にいる志保には何も言い返せず、いつも言われっぱなしだった。いつか俺だって志保を見返すような、と思ったけど、俺が志保にかなうのは数学ぐらいのものだ。しかも、志保は数学もそれなりにできるし、5科目総合では学年トップクラスなのだった。中学の間中、志保は俺を目の敵にし続けた。そして、こともあろうに俺たちは同じ進学校に進学したのだ。こうして、高校でも引き続き得意なものと苦手なものを一つずつ抱えた学校生活が始まったのだった。そんな高校生活の2年生の時に、俺の人生は180度変わることになる。家族の大黒柱だった父が亡くなったのだ。父は渓流釣りが趣味だったのだが、ある朝渓流釣りに行った父は、山道で運転を間違えてしまい、崖下に車ごと転落してしまった。そして、帰らぬ人になったのだった。特に華やかさもないが、極めて平和な暮らしをしていた俺たち家族の生活は一変した。地元の警察から電話を受けた時の母の顔を忘れることはできない。病院に駆けつけた俺たちを待ち受けていた父のあの白い顔も忘れられない。父が亡くなったことで、これまで専業主婦だった母は、派遣社員として働きに出ることにしたが、
父を突然失ったショックで体調を崩しがちだった母は、仕事が長く続かなかった。しばらく働いていたかと思うと床についてしまう。また良くなると働き始めるのだが、それも3ヶ月くらいするとまた体調を崩してしまう。そんな母に、もう無理はさせられないな、と俺は考えた。俺は大学進学を諦めよう。高校も中退して、今すぐ働こう。そして、母を専業主婦に戻してやりたい。3度目に母が体調を崩したとき、俺はそう決めた。相変わらず俺のことをなじってばかりいた志保は、高校を辞めると決めた俺にまた詰め寄った。あんた、何考えてるの？バカじゃないの？中卒なんてどうにもならないわよ。せめて高校は卒業しなきゃ、社会で相手にされないわ。あと1年なんだから高校には通いなさいよ。中卒なんてどうかしてるわ。志保はすごい勢いで俺の決断を否定したが、そんなことで俺の気持ちが変わるはずがない。俺はその週のうちに退学届を出し、週末には高校を辞めた。高校を辞めると、まずは近所のコンビニでアルバイトをすることにした。通っていた高校がアルバイト禁止だったので、社会で働くということを初めて経験する俺にとって、毎日はとても刺激的で疲れもしたが、俺が自分たちの生活を支えると決めた今、後戻りをするわけにはいかない。コンビニのアルバイトに少し慣れてくると、夜はイタリアン居酒屋のアルバイトを掛け持ちするようになった。母は、時たまやけどをして帰ってくる俺に涙しては、不規則な生活の俺を心配してくれた。それでも、母が心配するほどアルバイトは辛いことばかりではなかった。アルバイト生活をしているうちに、俺にも春が訪れたのだ。イタリアン居酒屋のホール担当に、リコさんという女性がいた。リコさんは地元でも有名な国立大学の工学部に通っていて、ロボット工学を研究していた。リコさんと俺は、お客さんの引いた時間に少しずつおしゃべりをするようになった。というのも、ロボット工学には数学と通じるところがあるみたいで、リコさんの話してくれる大学の講義の話がすごく面白かったんだ。俺は次第にロボット工学というものにも興味を惹かれ、コンビニのシフトが入っていない平日昼間があると、リコさんと一緒に大学に行って、こっそり授業に出席したりした。聞いたことのない定理がいっぱい出てきて授業は難しかったが、そんな時は授業の後で、リコさんの学生証を借りて図書館に行き、その定理を勉強したりもした。父の事故がなかったら、俺も今頃ここに通っていたのかなぁ、とふと思うこともあったが、アルバイトを掛け持ちする日々は充実していたし、母を支えている達成感もあった。そして、何より初めての恋は楽しかった。3歳年上のリコさんはすごく大人っぽくて、話にはいつも好奇心が刺激された。それでいて、二人で川岸を散歩している時などに見せる表情は少女のように可愛らしく、俺はリコさんの笑顔をずっと守りたい、と強く思うようになった。リコさんは当然のように大学院に進学した。大学の中でも成績優秀だったリコさんは、研究室から引く手あまただったらしい。その中から、難しいことで有名な教授の研究室を選択した。リコさんの研究は深夜にまで及ぶようになって、イタリアン居酒屋のアルバイトを辞めたから、アルバイト先で顔を合わせることはなくなった。だけど、俺は自分のアルバイトが終わると、毎晩のようにリコさんのアパートに行って、わずかな時間を惜しむように一緒に過ごした。リコさんのアパートは、必要最低限の家具や生活雑貨がある以外は、大量の専門書が床から積み上げられている、ザ・リケという感じの部屋だ。もうこの頃になると、リコさんの読んでいる本は難しすぎて、俺には全く理解できなくなっていたが、時々、リコさんは研究の内容をわかりやすく教えてくれた。翔太も、社会人何年かやってから大学に行くって選択肢もあるよ。
大学進学はもう諦めたはずの俺に、そんな選択肢を教えてくれたのも莉子さんだった。聞くところによると、大学に入学する人って、18歳とか19歳の高卒の人ばかりではなく、大人たちも結構いるらしい。高校卒業してしばらく働いてから、やっぱりもっと勉強したくなった人たちも入学してくるんだそうだ。莉子さん、でも俺、高校も卒業してないんだ。そう伝えると、莉子さんは大研という仕組みを教えてくれた。何でも、俺みたいに高校卒業してない人でも、大研という試験に受かると、高校卒業程度の学力があるとみなされて、大学を受験できるようになるらしいことが分かった。今はまだ大学の進学費用なんかないし、母と俺の生活を支えるだけで精一杯だけど、俺にはいつかお金を貯めて、大学に行くという新しい夢が生まれた。莉子さんとのデートは、莉子さんの部屋か、大学のキャンパス内ばかりだったけど、それでもとても楽しかった。大学の学食は安くてうまい。しかも、食べ盛りの大学生のことを考えて、大盛りのメニューもたくさんあってありがたかった。莉子さんは学食のパフェが大好きで、俺がパフェを買って席に持って行ってあげると、いつもとても喜んでくれた。俺がもっともっと稼げるようになれば、学食じゃなくて、おしゃれなカフェでパフェをいっぱいごちそうしてあげられるんだがなって思うとともに、学食のパフェで喜んでくれる莉子さんが、すごく愛おしくて大事なものに感じた。莉子さんはいつも、たくさん稼ごうと思ったら、働く時間を増やすばっかりじゃダメなの。人間の働ける時間には限界があるから、そうじゃなくて、自分のスキルを上げて、1時間に稼げる金額を増やしていけば、同じ時間数働いてもお給料が上がる。勉強した方がいいんだよ。って、繰り返し俺に言った。俺は莉子さんの欲しそうなものがあると、すぐシフトを増やしてお金を稼ごうとしがちだったけど、莉子さんの言葉でぐっと我慢して、今の自分のスキルアップにつながりそうな勉強をコツコツとした。使えなかったパソコンソフトも使えるようにしたし、調理師免許も取った。勉強にもお金がかかるので、そのお金を払うときは少し損したような気持ちにもなったが、調理師免許を取ったら、イタリアン居酒屋の店長にすごく褒められて時給も上がった。結果、莉子さんの欲しがってたネックレスをクリスマスにプレゼントすることもできた。それと、パソコンのスキルが上がったことで、知人の紹介で俺はパソコンスクールの講師として働くことになった。高校中退から勤めていたコンビニのアルバイトを辞めて、パソコン教室で地域のみんなを教えることになると、1ヶ月に稼げるお金がかなり上がった。この頃になると、体調が安定してきた母もパートに出てくれて、家計の負担も少なくなっていたし、徐々に貯金ができるようになっていった。貯金ができるようになると、俺は莉子さんとの結婚を考えるようになった。そして、莉子さんが大学院を卒業する春、俺たちはめでたくゴールインすることになったのだ。大学院を卒業して研究員として働き始めた莉子さんと俺の新生活はとても幸せだった。小さい部屋だったけど、二人の部屋を借りて、早く仕事が終わった方が夕食を作って、毎晩一緒に食べる。ただ一緒に寝ている時間すら、隣に莉子さんの存在を感じられるから幸せだった。俺は相変わらずパソコン教室の講師と、イタリアン居酒屋のキッチンのアルバイトを掛け持ちしていたが、ある時、新規出店のお店のキッチンを任せたいと店長に言われた。調理師の免許を持っているアルバイトが俺一人だったかららしい。俺は、そうしてまた少し時給が上がった。翔太、上がった分のお給料、いつか翔太が大学に通う時のために貯金しておこうよ。莉子さんに好きなものをいっぱい食べさせたいと思っていたら、そう言われた。私、今の生活で十分満足だし、翔太は絶対大学に行った方がいいよ。数学大好きだもん。そう言って、
莉子さんは俺がお金をデート代に使うことを許してくれなかった。母にも仕送りを増やそうかと提案したけど、莉子さんから大学のことを聞いていた母は決して受け取らなかった。そうして俺の大学貯金が始まったのだった。そんなある日、莉子さんは恥ずかしそうに俺に教えてくれた。子供ができたの。で、俺たちはまさに幸せの絶頂だった。生まれてきた息子の亮太は、親の俺たちが驚くほどの天才児だった。俺も莉子さんも数学が得意だから、ある程度は数学好きの子供になるだろうなと思っていたけど、ある程度じゃ済まなかった。あっという間に1から100までを数えられるようになり、保育園のうちに二次方程式を解くようになった。俺の好きだった二進数も大好きになり、十進数を即座に二進数に変換する。莉子は時短で仕事を続けていたが、研究室が終わって保育園から亮太を連れ帰ってくると、子供にもわかりやすいように数学の話をしていた。亮太はそれを目を輝かせながら聞くのだった。その頃には俺はイタリアン居酒屋の方はやめて、パソコン教室で正社員になっていた。俺の教えるパソコンの操作は亮太もすぐに覚えて、小学生向けのプログラミング教材をすんなり卒業してしまうのだった。ねえ、この子、将来どんな子に成長するんだろう。ある夜、眠った亮太の髪を撫でながら莉子はそう言い、突然涙を流した。莉子、どうした？明るい話題なのにどうしたんだ？不審に思って顔を覗き込むと、莉子は俺にしがみついて泣き始めた。そして、私、脳に腫瘍が見つかったの。と明かしたのだった。俺は固まってしまった。あと、半年だって。莉子の告白を俺は受け止められず、長い間黙っていた。莉子をサポートしなければならない。分かっていたけど、俺の頭の中に父のあの白い顔が浮かぶ。今度は莉子まで。あの日母が電話を取った時のあの空気が蘇る。怖い。怖い。嘘だと言ってくれ。寝ぼけてたって言ってくれよ。俺は全く莉子の病気を受け入れられなくて、しばらくは今までと同じ生活が続いた。莉子は治療には行っていたが、それ以来病気の話をしなかった。このままなかったことにできるのではないかと思った。だけど、ある日研究室から電話がかかってきた。莉子が倒れたと。病室のベッドに横たわる莉子は、意識こそ回復していたが、何本もの線につながれて、酸素マスクで呼吸をしていた。目を背けたいけど、背けられないところまで事態は進んでいた。亮太を、亮太をお願い。その言葉に、やっと俺が現実を受け止めた時にはもう、莉子の病状はこれ以上治療もできないレベルにまで進行していた。莉子がこの世を去るまでの1ヶ月、俺たちは亮太の将来について繰り返し話した。莉子は何度も俺と亮太に謝った。謝ることじゃない。一番辛いのは亮太を置いて一人で行かなければならない莉子なんだ。亮太にはとんでもない才能がある。莉子は繰り返し言った。俺も同感だった。亮太の非凡な才能を生かしてやるために、俺は最善を尽くす。莉子はよく研究室に亮太を連れて行っていて、みんなも可愛がってくれていた。私がいなくなっても、研究室には連れて行ってほしい。と莉子に頼まれた。研究室のみんなの力も借りながら、できるだけの教育を与える。俺は約束した。6歳の亮太が涙をこらえて。ママ、僕とパパで頑張るから大丈夫だよ。と言った日の明け方、莉子は33歳の若さで天に召された。大切な家族を二度も失うことになった俺だったが、泣いているわけにはいかなかった。息子の亮太を守らなければならないのだ。
その日からとにかく良太の才能を伸ばすべく二人での必死の生活が始まった。時が経ち、良太の10歳の誕生日を前に、俺たちは和解席で有名な料亭でお祝いをしに来た。料理をいただき、満足して玄関を出たところで、見覚えのある人影に出会った。志保？小学校から高校まで一緒だった腐れ縁の志保が、恋人と一緒に食事に来ていたのだった。志保は俺たちを見ると、途端に唇の端を吊り上げた。あんた、こんな高級料亭に来たの？中卒のくせに？身分そうよ。中卒は関係ないだろう。良太もいることだし、できるだけ志保を刺激したくなくて、俺はさっさと帰ろうとしたが、志保はなおも言葉を投げてきた。中卒じゃ、子供の教育もろくにできてないんじゃないの？リコとの約束で、教育に何よりも力を入れていた俺はカチンと来たが、それもスルーして良太を連れて帰ろうとする。あら、中卒の子供らしく、バカっぽい顔してるわ。中卒は子供もバカなのね。さらに言ってきた志保。俺は、俺自身がバカにされるのは許せたが、良太のことをバカにされたのが悔しくて、思わず、中卒は関係ない。お前、自分が東大行ったからって、息子にまでそんなこと言うと許さないぞ。と、声を荒げてしまった。何言ってんの？翔太が高校くらい卒業しないからいけないんでしょ。さらに言い募る志保。そこへ良太が、パパ、この人、松原さんだよね。首にしよっか。と、冷たい声で言った。何を言ってるんだ、良太。たしなめようとすると、この人、僕の会社の取引先の人。僕のことは知らないかもしれないけど、僕は見たことある。セキュリティ対策を委託してる会社の社員さん。だから、少なくとも今のプロジェクトからはクビにできるよ。ねえ、松原志保さん。良太。いくらバカにされても、言い返す必要はない。とはいえ、俺もさっきちょっと言い返してしまったのだが、過激なことを言う良太の口を塞ぐ。は？こんな子供が僕の会社ってどういうことよ。私をクビにできるわけないじゃない。寝言は寝てから言ってちょうだい。良太に名前を呼ばれて、明らかに動揺した様子の志保が、捨て台詞を吐いて恋人と料亭の中へ消えていく。良太、クビにしようかなんて、あんな言い方をするもんじゃない。俺が諭すと、良太はまだ不服そうな顔をしていた。良太には少し気のきついところがあるんだ。まあ、小学生ながらに、リコの研究室でメンバーとして認められて、ロボット工学の研究をしながら、システム開発もしていれば、気も強くなり、多少口が悪くなるのもわかる気がする。でも、人間は優しさや人との関係が基本だ。子供だからといって何を言ってもいいわけではないし、ましてやシステム開発もして、大人と一緒に働いている子供なんだから、口には気をつけさせなければいけない。良太が開発したのは、デジタルアルバムのアプリだ。それが大ヒット。収益で次のアプリを開発するために会社を立ち上げ、建前上は俺が社長ということにしてあるが、実際は良太がほとんどを動かしていた。そのアルバムのセキュリティ部分を外注していて、志保は外注先の会社に勤めているのだった。外注さんに意地悪な言い方をしたことをたしなめると、良太はしばらく頬を膨らませていたが、ママが泣くよ、と言うと静かになり、ごめん、とつぶやいた。料亭の事件の数日後のことだった。志保の会社で情報漏洩が起きたのだ。幸運なことに、漏洩が起きた部分は直接良太のアプリに関わる部分ではなかったのだが、俺たちも事件に巻き込まれることになる。あなたがやったんでしょ？この前のこと逆恨みして。志保が良太に罪をなすりつけてきたのだ。良太はもちろん憤慨した。憤慨し、僕が真犯人を見つけると意気込んだ。幸い、
漏洩の手口はそこまで複雑なものではなく、いくつかの暗号を解読して、何回か IP アドレスをたどれば追跡できそうだったらしい。研究室のみんなの力も借りて暗号を解読し、アドレスをたどると、なんとあの時料亭に一緒に来ていた恋人の須原のパソコンにたどり着いたのだった。司法が問い詰めると、須原はあっさり自分が人に頼んでしたことだと認めたそうだ。俺さ、何でもできる司法が羨ましくて、悔しかったんだ。その言葉に司法は思い出すところがあった。昔、初恋の相手に数学だけかなわなくて、悔しくて、意地悪な態度をとってしまったこと。高校を卒業するときに本当の気持ちを伝えて、これまでのことも謝ろうと思っていたのに、相手は高校を中退してしまい、それすらもかなわなかったこと。全部自分が悪いのに、勝手にいつまでも恨み続けて、再会の時もひどいことを言ってしまったこと。志保は俺の家に謝りに来てそう話した。俺は、あのプライドの高い志保が頭を床にすりつけるように謝ってきたことにとても驚いた。志保が昔俺のことを好きだったという告白にも仰天して、人の感情って、もつれると制御が効かなくなるんだな、と改めて思った。良太は何も言わなかったが、真剣な表情で自分たちに謝り、須原の更生にも力を尽くすと誓った志保の姿に何かを感じているようだった。リコ、良太が10歳になったよ。今日は2人で恒例の墓参りに来ている。良太のアルバムアプリ、相変わらず売れ行きがいいんだ。新しい機能もお客さんに愛されて、オプション売れてるよ。リコの墓前に報告する。でもね、僕悪いことしちゃった。亮太は自分からそう言った。お仕事手伝ってくれてる人に意地悪言われて、僕も意地悪で返しちゃったの。僕の方が強いのに弱い者いじめしちゃった。ちゃんと分かってくれていたのか。亮太が反省していたことに親としてほっとする。僕ね、これからはちゃんと他の人に優しくする。意地悪言われても意地悪で返さないようにするね。だからママ安心していてね。リコ、リョータ、こんなに大きくなったよ。心も体もちゃんと成長しているよ。そして今回はもう一つ伝えたいことがあるんだ。リコ、俺来年から大学に通うことにしたよ。俺も工学の勉強をして、亮太やみんなと一緒にシステム開発の仕事を本格的にしようと思う。パパが開発に加わってくれたら、すごく心強いよね。亮太も声を弾ませる。今まで会社のマネージメントくらいしかできなかったけどさ、俺も本当は開発がしたいなと思って。今みたいにバグチェックだけじゃなくて、もっと本質に関わりたい。それには俺、やっぱり大学に行くのが近道かなと思って。僕も大きくなったら大学に行くよ。ママと同じ大学に行きたい。亮太はもう大学の研究室にお邪魔させてもらってるだろ。でも、大学は行くといい。大学だけじゃなく、大学院も行けばいいさ。うん。それで将来はママみたいな研究者になるんだ。会社はパパに任せちゃう。亮太がいたずらっぽく笑う。リコ、こんなに頼もしく育っているよ。君に会いに行くのはまだまだ先になりそうだけど、その時までいっぱい話の種ができそうだよ。だからそこで俺を待っていてくれよ。心の中でリコに話しかける。翔太、亮太、ママずっと見守ってるからね。風に乗ってリコの声が聞こえたような気がした。よし、リョータ。今日は学食でパフェ食べて帰るぞ。やったー。リョータが喜ぶ。俺たちは春の香りが混ざり始めた帰り道を、二人で手をつないで歩き始めた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。
まだわかんねえのかよ、高卒。お前は商談には出れないの。え、でもこの案件は俺が社長から直接受けたまわったもので。胸に手を当てて考えてみろ。誰に頼まれたものでも同じなんだよ。お客さんにしてみたら、お前みたいな高卒が商談に紛れ込んだら迷惑なんだよ。お前、普段の仕事でもミスだらけだろうが、高卒は商談禁止。そんなん社会の常識だろ。部長の高木はそう言い残すと、俺が魂込めて作った資料をすべてかっさらい、会議室に消えていった。人生をかけて準備してきた商談当日、俺は上司に手柄を横取りされようとしていた。俺は怒りとショックにヘナヘナと座り込む。悔し涙が止めどなくこぼれてくる。まだこの時には、高木も俺も、その後に何が待ち受けているのかを知らなかった。俺の名前は奥村隆。遡って高校2年生の時の話からしよう。部活は応援団部に所属し、団長を任されていた。もちろん、部活を言い訳に勉強をサボったりなんかしない。俺の通う高校は地元でも有名な進学校で、毎朝の補習に土日の特別授業、それに宿題と、通常の授業以外にもたくさんの課題があったが、俺はその一つ一つにかなり真剣に取り組んでいた。なぜなら、どうしても行きたい大学があったからだ。今の俺の実力ではちょっと背伸びだが、ここから一年半頑張れば手が届かなくもない、といったところ。その大学に行くため、部活以外の時間はすべて勉強に当てていると言っても過言ではない。ああ、いや、ちょっとそれは過言だったかな。あまり大きい声では言えないが、応援団長をしていると女の子にモテるんだ。遊びに行こうと女の子に誘われた場合は、もちろんノーなんて答えはなしだ。そんなこんなで学校帰りや週末に男女グループでカラオケに行ったりして遊んだりもしている。言うならば、恵まれて充実した高校生活だった。友達の推薦で立候補した生徒会長にも同選して、生徒会長、応援団長、勉強、遊び、と若い体力を頼りに目まぐるしい日々を送っていた。そんな充実した高校生活が一転したのは、ある秋の日のことだった。それは何の前触れもなく起こった。それに、最初は本当に大したことじゃなかったんだ。父さんから仕事帰りに、ちょっと足が腫れてて痛いから病院に行ってくる、と連絡が入った。父さんは工場で肉体労働をしていて、足に怪我をすることは今までも何回かあった。だから、俺も、母さんも、妹の夏美も、初めは何も心配していなかったんだ。父さんはいつも通りの笑顔で、湿布薬でももらって帰ってくるのだろうし、それを待ってみんなで夕食にすればいいと思っていた。だが、夕食の唐揚げも冷めた頃、父さんから電話があった。入院になった、と、意味がわからなかった。足が腫れただけで入院？嘘だろうと思った。でも本当だった。足にあった小さな傷から悪い菌が入って、その菌が父さんの体中に回ってしまっていて、悪くすると明日まで持たないかもしれない。病院に駆けつけた俺たちに医者はそんな風に説明をした。そして、次の日の明け方、嘘のようにあっさりと父さんは言ってしまったのだ。あまりにあっけなくて、信じられないまま俺たちは父さんの葬儀を済ませた。よく晴れた秋の日だった。昨日と何も変わっていないかのような、俺たち家族にとっては、すべてが変わってしまったというのに、葬儀を済ませると、次に襲ってきたのは生活という名の現実だった。今まで家計を支えていてくれていた父さんの不在、母さんはパートをフルタイムに変えて働くようになったが、それも家族三人が何とか食べていくので精一杯。俺は応援団を辞め、生徒会も辞め、学校終わりに本屋でアルバイトを始めた。そして、あんなに行きたかった大学のこともすっぱり諦めることにした。母さんは、母さんだって頑張ればもっと稼げるんだから大丈夫。それにお父さんが残してくれたお金だって少しはあるし、お兄ちゃんはずっと勉強頑張ってきたんだから、大学には行きなさい。と言ってくれた。学校の先生も、ご家族が許してくれるなら大学には行った方がいい。
奥村くんみたいな子が大学に行かないのはもったいないとしきりに言ってきた。でも俺の中ではもうけじめがついていた。夏美はまだ中学に入ったばかりで、これから高校進学もある女の子だし、着るものだなんだと何かとお金もかかるに違いない。高校を卒業したら俺が働いて家族を支える。それはもう俺にとっては当然のことだった。ちょうど来ていた教育実習生の先生にもいろいろ相談しては励ましてもらい、俺は就職の道を心に決めた。俺の通っていた高校は進学校で、高卒で就職する人はほとんどいなかったので、高校の中に就職課みたいなものはなかったし、企業から求人募集が来るということもなかった。就職先は自分で探すしかなく、なかなか内定は決まらなかった。それでもどうにかこうにか、地元のインフラ関連の企業に内定をもらうことができた。会社に入ってからは、俺にできる限り一生懸命働いて仕事を覚え、同じ部署の先輩たちに教えてもらいながら、自分のやり方を作っていった。もちろん仕事だから辛いこともしんどいことも多かったが、それでも応援団で培った体力と、進学校のきつい課題で鍛えられた反復力があれば、やれないことはなかった。初めのうちこそ、高卒だし出世は厳しいかもな、なんて弱気なことを思っていたが、就職して2年が経った今では、学歴なんか関係ない、行けるとこまで行ってやる、という気持ちでみなぎっている。そんな気持ちの変化が訪れるくらいには、部署の人たちも俺の頑張りを認めてくれて、仕事を振ってくれるようになっていた。そんなある日のことだった。俺が所属する部署に新しい上司が異動してきた。上司の名前は高木。高木は社内でも学歴重視で有名なやつで、過去に高卒の社員を何人も退職に至らせたことがあるっていう噂のやつだった。俺は高卒だから、俺も不当な扱いを受けるんだろうな、と噂や異動初日の高木の俺への態度を見て嫌な気持ちになったが、日が経つにつれて不当な扱いどころか、嫌がらせを受けるようになった。しかも高木の嫌がらせはどんどんエスカレートしていったのだ。最初は俺が高木に取り次いだ電話をわざと切っては、お前が転送ボタンをちゃんと押していなかったせいだ、まったく高卒は電話の取り次ぎも満足にできないのかと怒り、俺のせいにした。その度に俺は取引先へ電話をかけ直し、先ほどは手違いでお電話が切れてしまいまして申し訳ございませんでした。改めて高木におつなぎいたします。とやらなければならなかった。これだけでも地味につらかったのに、一週間もすると高木は新しい嫌がらせを追加してくるようになった。俺が席を外している間に俺の書類を漁り、資料の順番を入れ替えておくようになったのだ。そんな陰湿な男だった。俺は高木がまさかそんなことをしているとは思わず、はじめは自分が資料をしまうときに入れ間違えたのだと思った。でも、確実に整理してファイルしたはずの資料も、しばらくすると順番が入れ替わってしまっている。おかしいと思った俺は、隣の席の先輩に、俺のデスクの書類って、俺がいない間に、どなたかお使いになりましたか?と聞いてみることにした。そうすると、あ、高木さんが最近よく奥村くんの資料を確認してるよ。何か頼まれ事してる?と返事が返ってきた。それでガテンが言った。そんなに毎回毎回自分の資料の順番を間違えるはずがない。高木がわざと順番を入れ替えて、俺の仕事がやりにくいようにしていたんだ。仕事の邪魔をするだけでは飽き足らなかったのか、高木は俺が資料を元に戻しているときに、わざわざ俺のそばに来ては、高卒は資料も満足にセットできないのか?バカにしてくることさえあった。高木がうちの部署に移動してきて、一ヶ月ほどが経ったある日のことだった。俺が出先から戻ると、俺のデスクの缶コーヒーが倒れていて、中身がデスクマットにこぼれていた。俺は缶コーヒーの蓋すら開けない状態で出かけたのにだ。閉じていた缶コーヒーの蓋が開けられていて、しかも倒されていたのだ。普通だったら、そんなあからさまな嫌がらせは、他の社員の手前できるわけがない。でも、今の時代はできてしまう。高木は俺と席が近い先輩たちが、テレワークで会社に出社していない日を狙って、そういうことをした。
これだから高卒は。こぼすならコーヒーなんてデスクに置いておくな。汚い。何なんだ？仕事以前に仕事する姿勢からなってないのか？小学校からやり直してこい。正直、俺の腹渡は煮えくり返っていた。嫌がらせそのものも許せなかったが、いちいち高卒だからとか、高卒はと罵られるのも許せなかった。自分が有名大学を出ているからって、そんな言いようをしていいわけがない。高卒とか有名大卒とかは関係ない。会社じゃ目の前の仕事がどれだけできるかじゃないか。どれだけ働いているかじゃないか。そんな思いでいっぱいになると同時に、いつか高木を見返してやる。高卒でも結果を出して出世して、目にもの見せてやる。という決意がみなぎり、ますます俺は仕事に励むようになった。そんなある日のことだった。俺は社長から会議室に呼ばれた。社長に直々に何を言われるのだろう。もしや高木があることないことを言いつけたのだろうか、と一抹の不安に包まれながら会議室に入る。奥村君、今度ね、一件大口の商談を君に任せたいんだ。頼んでいいかな。はい、ありがとうございます。どのようなお客様でしょうか。どうやら不安は必要なかったようだ。俺の即答に社長は満足そうな笑みを浮かべ、持っていたクリアファイルを俺に渡してくれた。中に入っていた資料に書かれた社名は、地元で急成長を遂げている有名なベンチャー企業で、俺は思わずごくりと唾を飲んだ。俺でいいんですか？奥村君にお願いしたいんだよ。君は入社以来、我が社のためにしっかり頑張ってくれている。そろそろ大きい案件をお願いしてもいい頃なんじゃないかと思ってね。身に余るお言葉をありがとうございます。社長、はい、この商談、全力で取り組ませていただきます。俺は一礼して会議室を出ると、一目散にデスクに戻り、商談用のパワーポイント作りに取り掛かった。お客様の要望を漏れなく拾いたい、という思いが強すぎて、パワポを一行書くたびに調べることが発生し、なかなか進まなかったが、適当なものは作りたくない。商談の時にお客様から出るであろう質問にも全部その場でお答えしたい。持ち帰りなんてしたくない。その一心で想定質問集もパワポ資料とは別に作成する。社長や社長に俺の頑張りを伝えてくれた誰か、おそらく前任の佐々木部長とか部署の先輩たちだろうの期待に応えたくて、そして俺の力を試したくて、とにかくいい結果を出したかった。だから社長にこの商談のことを頼まれて以来、俺は毎日遅くまで残業した。日中は普段の業務や先輩たちからの頼まれ事もある。定時後に集中して商談資料を作りたかったのだ。そしてついに商談の日がやってきた。会場はうちの会社で一番大きい会議室。資料は作り込んだ。うちの商品知識はもちろんのこと、お客様の扱っているサービスについても穴が開くほど読み込んだ。何も気後れすることはない。自信を持って胸を張って挑もう。資料を抱えて会議室に向かう俺の後ろから高木がついてくる。今日の唯一の気がかりは、今日の同席が高木だということだった。奥村、その唯一の気がかりの高木が妙にねちっこい声で俺を呼んだ。思わず冷や汗が背中を伝う。はい、何でしょう。ほら、その資料、俺に渡せよ。はい？どういうことだ。俺がか弱い女子社員だったら、重そうな資料を持ってやるということもあるのかもしれない。しかし、俺はそんな立場ではない。そもそも、高木が俺に親切をしてくれるはずがないのだ。奥村、早く俺に渡せよ。自分で持つんで大丈夫です。身の危険を感じた俺は、高木の指示を断った。すると高木は、会議室のドアノブに手をかけた俺の前にずいと出てきた。奥村、お疲れ様。お前の出番はここまでなんだよ。高木さん、どういうことですか？まだわかんねえのかよ、高卒。お前は商談には出れないの。え、でもこの案件は俺が社長から直接受けたまわったもので。胸に手を当てて考えてみろ。誰に頼まれたものでも同じなんだよ。お客さんにしてみたら、お前みたいな高卒が商談に紛れ込んだら迷惑なんだよ。お前、
普段の仕事でもミスだらけだろうが、高卒は商談禁止。そんなん社会の常識だろ。そんな、高木さん、俺だってできます。俺はあまりの理不尽さと悔しさに震えそうになりながら、それでも高木に食い下がった。できるできないんじゃないんだよ。高卒が混ざってたら迷惑ってことなの。悔しかったら俺みたいにいい大学出てから出直してきな。そう言うと高木は、俺の持っていた資料をすべて奪うと、呆然とする俺を置いて会議室に一人入っていった。こんなこと、あっていいのか。俺は怒りとショックで動けなかった。玄関の方で、来客を知らせるベルの音が鳴る。こんな姿をお客様に見せてはいけない。その責任感だけで、なんとかお客様から見えないよう、会議室脇の通路まで歩き、そこで俺はヘナヘナと座り込み、静かに悔し涙を流した。そこで、弊社のこちらの商品、導入していただきますと、このように15分程度でデータが集積され、結果が上がってまいります。会議室脇にいるせいで、会議室の中で行われている商談の様子が漏れ聞こえてくる。聞きたくもないのに聞こえてくる。俺が必死になって作ったパワポを使って、高木がプレゼンをしている。きっと俺の魂の結晶であるあの資料も、さも自分が作ったような顔をしてお客様に見せているのだろう。悔しかった。高卒で何が悪い。高卒ってこんな扱いを受けるべきものなのか。いや違う。前任の佐々木部長は入社したてで何もわからなかった俺に一から仕事を教えて育ててくれた。周りの先輩方だって俺にとって少し難しい仕事を振っては今も俺を育ててくれている。何より認めてくれた社長が今回の商談を俺に任せてくれたんじゃないか。落ち着きかけていた怒りが再びふつふつと湧き上がってくる。その時だった。そういえば今日は奥村隆史君という方が来てくれると聞いていましたが、彼は？俺の名前が唐突に呼ばれ、俺はドキッとした。ああ、社長、彼は今日は欠席です。何分、彼は仕事ができませんもので、いつもミスばっかりなんです。なのでここに連れてくるわけにはいかなくて、彼、高卒なんですよ。そんなもの、社長の前に出せませんから。高卒ですか？はい。それはまあ低学歴でございまして、会議室の空気が変わったのが外にまで伝わってきて、俺はブルッと首を震わせた。高木さんは学歴で人を判断する方だったんですね。プレゼン内容が良かっただけにがっかりです。取引先の社長の声は、さっきまでの好意的なものとは全然違っていた。口調が丁寧なだけに、その声は冷え切ったガラスの破片のように、会議室の空気を切り裂いていた。え、立花社長？けおされた高木の声が小さく聞こえてくる。私も高卒です。高卒で事業を起こしまして、この会社を作りました。弊社では、大卒の社員も、高卒の社員も、中卒の社員も、関係なく働いてくれています。それに、仕事の出来不出来は学歴じゃないことは彼らが証明してくれています。まず、どんな学歴であろうと、どの子も一生懸命弊社に尽くしてくれている。そして、仕事の出来不出来というのは、どれだけその仕事に惚れていて、どれだけ真剣に業務に向き合ってくれているか、だと思いますね。決して学歴じゃない。高卒で弊社に入ってくれた子の中には、学校での成績は上々でも、家庭の事情で進学を諦めて、就職した子もたくさんいる。中卒の子たちも同じです。彼らには目的なく大学に行って、なんとなく4年を過ごしたような、一部のタイプの大卒の子たちとは違って、ハングリー精神もある。弊社では貴重な人材として積極的に採用しています。高木さんのしてくださったプレゼンは、資料も作り込まれてわかりやすく、ぜひ導入したいと思っていたのですが、企業理念と違いすぎる方との取引はできない。今回はせっかくですが、お話はなかったことにしましょう。立花社長、そんな、私はただ。高木の追いすがる声が聞こえてくる。これで失礼いたします。静かに怒りをたたえた立花社長が部下を従えて会議室を出てきた。そしてあまりの状況に耐えられず立ち上がってその場を逃げ出そうとしていた俺と目が合ってしまった。あ、立花先生。俺は思わず声を上げた。立花社長は
俺が高校2年生の時に教育実習で高校に戻ってきていた俺の就職を励ましてくれたあの立花先生だったのだ。奥村くん、久しぶり。スーツ姿が板についてるね。立花先生。立花社長は穏やかな表情で俺を見て、そう言ってくれた。高木は会議室の中から動けないまま、俺たちが知り合いだったことを見て目を丸くしている。立花社長、てっきり、教職に疲れたものとばっかり思ってました。うん。あの頃は自分がやりたいことがまだ見つかってなくってね。なんとなく安定した道をと思って教員免許を取ろうとしていたんだ。でも教育実習で君に出会って考えが変わってね。あの学校は進学校でみんなが当然のように大学に進学する中で、奥村くんは家庭の事情もあって就職を決意していたよね。漠然と生きているのではなく、君は自分の意志を強く持っていた。若いうちから社会に出ようとしていた。そんな君に影響されてね。あの教育実習の後間もなく、大学を辞めて起業したんだ。もともと地元には貢献したいと思っていたから、地元のみんなの生活を支えるサービスを提供する会社にしようと思って、必死でやっていたら、あっという間に社員のみんなも増えて、少しは名前を知ってもらえる会社に成長することができたんだ。それもこれも、すべて君のおかげだよ。立花社長、そんな、私こそ、あの時は父を亡くしたばかりで落ち込んでいたところを、いろいろ相談に乗っていただきありがとうございました。そして、こんなに大きな会社を作られたのが立花社長だったなんて、ホームページで立花俊二というお名前を拝見してはいたのですが、まさかあの時の先生とは思いもよらず。奥村くん、本当は、今日の資料を作っていたのは奥村くんだったりはしないのかい？はい。本当は本日の資料はすべて私が作らせていただいておりました。直前まで私がお話しさせていただく予定でいたのですが。そうだと思ったよ。よかったら君からもう一度プレゼンをしてくれないか？高木さんとは考え方の違いから一緒に仕事はできそうもないが、御社の商品、そして君なら話は別だ。願ってもございません。そうして、俺は立花社長の前で、改めてプレゼンをさせていただく機会を得た。俺はパワポや資料には書いていないようなことも含めて、これまでの準備期間に調べたことを、渾身のプレゼンとして社長にぶつけた。プレゼンが終わると、立花社長は笑顔で握手を求めてくれた。そして、俺に、A プランでお願いしたい。できれば、担当はずっと奥村くんがやってくれないかなと言ってくださったのだ。俺は感極まって、さっきとは違う種類の涙を流しそうになっていたが、そこはぐっとこらえて深々とお辞儀した。そして立花社長からは、今度プライベートで飲みに行くお誘いもいただき、天にも昇る気持ちで会議室を後にした。うちの会社の社長と立花社長は前から面識があったようで、今回の商談の後も二人で少し話をしたようだった。当然、高木のしたこともその場でうちの社長に知られてしまった。俺は大口の取引を締結したことで社長からお褒めの言葉をもらい、今後もしっかりやるようにと激励をいただいた。そして、高木は今回の件とこれまでの行いを咎められ、部長職から平社員への降格となった。高木のようなプライドばかり高いやつにとって、その年齢で平社員というのは答えたのだろう。平社員になってからは、これまでの威勢はどこへやら、すっかりおとなしくなってしまい、窓際社員のような感じで目立たない存在になってしまった。うちの部署には、前任の佐々木部長が戻ってきてくれた。そして、佐々木部長の下で、俺はますます仕事に精を出す毎日である。立花社長とも良い関係を築けており、仕事で取引するだけでなく、プライベートでも飲みに行っては、お互いの仕事の未来や、それぞれの目指す人生設計などについてまで話せる仲になった。二人で繰り返し話すのは、人は学歴ではない、ということだ。もちろん、大卒で立派な奴はたくさんいる。頑張って勉強していい大学に行き、大学で学問に打ち込み、社会に出てそれを還元する。それをしている人はいっぱいいる。だが、同じくらい、
高卒でも中卒でも立派なやつがたくさんいるということだ。今の時代、高校進学はもちろんのこと、大学へ進学する人の方が割合が多い。その中で、中学を出たら働こう、高校を出たら働こうと自分の意思を持って決めているのだ。多数派に流されず、自分の意思で厳しい社会に出た俺たちの中に、ちゃんとしたやつがいないなんてはずはないのだ。立花社長は採用試験の時、履歴書に最終学歴は欠かせないそうだ。完全に人柄採用。入ってきてから雑談の中で最終学歴を知ることはあるものの、みんな学歴に関わらず頑張って仕事をしているそうだ。もちろん昇進も仕事の結果が全てで、学歴なんか全く関係ないとのこと。俺はその話に感銘を受けたし、きっとこれから日本でもそんな会社が増えていくと信じている。学歴なんか関係ないんだ。それを証明するためにも、俺は絶対にもっともっと結果を出してやる。そして今の会社で上に上にのし上がってやるんだ。立花社長と飲むたびにそんな思いを新たにしつつ、俺は今日も仕事に勤しむ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。そういえば、あかりにはいい人はいないの？え？私？同窓会で婚約の自慢話をしていた同級生が急に話を振ってきた。私は突然のことでどう返そうか少し考えた。けれどもこの間を否定だと取ったのか、ゆいは突然高笑いしたして、あははごめんごめん、いるわけないよね。あんたみたいなブスに結婚は無理よね。いや、そういうわけじゃないけど。それ以上何も言わなくていいわ。私のような恵まれた人の話なんて聞いて、さぞかし胸を痛めたんでしょうね。と、そんな調子でけなしてきた。その場にいる人たちが、ゆいを見て、ひそひそと小声で話し始める。その中で、私の友人のうちの一人が、彼女に言った。ちょっと、ゆいさん。あかりちゃんは？私の名前は鈴木あかり。まだ自分がほんの子供だった頃から母が事業を手掛けていて、金銭面において何不自由することなく過ごしてきた。けれども私には父親がいない。両親揃ってこそ当たり前の風潮があるこの世の中で、そのことが理由で周囲から存在が浮いてしまっていた。おかげで親の影響力が強い成人するまでの間は、周りによくからかわれたりしていた。中でも小中学校の頃からの腐れ縁とも呼べるゆいという人物は、何かと私に絡んできていた。それは高校生になった今でも。ゆいの父親はアパレルメーカーの社長。若い女子に人気のブランドで、彼女もよく会社の新作を着ていた。そのためいつもと違う服を着るたびに、彼女の友人たちやその他の女の子はみんな彼女の周りに集まっていた。けれども一方で私は彼女の服のデザインが好きというわけでもなかった。みんながゆいに注目している中で、私は一人関心を示すことなく自分の時間を過ごしていた。そのことが彼女のプライドを傷つけたらしく、ついにある日を境にして、ゆいは私にちょっかいをかけてくるようになった。何よその地味な格好。それにぽっちゃりとした体型。マジでありえないんだけど。私が好きで着ているんだからいいじゃない。ほっといてよ。うーわ、何様？ダサい格好してるくせに調子乗ってんじゃないよ。私服がメインとなる小学校の時は、こんな調子で喧嘩越しに話しかけてくる時もあれば、あざ笑うために小馬鹿にした様子で話しかけてくる時もあった。さすがに制服の着用が決まりとなった中高では、衣服についていじってくることはなかった。けれどもその代わりに、今度は私の体型をからかってくるようになった。あら、あかり、メガネをかけるようになったの？似合ってないね。わざわざ
それを言うために話しかけてきたの？さあ、というかさ、小学校の頃と比べて図体でかくなったよね。身長も伸びるし、贅肉も増えるし、おまけに肌も荒れてるじゃない。思春期なんだから仕方ないじゃない。それはどうかしら。やっぱり片親という不完全の環境の中で育ったからじゃない？こんな調子で彼女は私のことを中学時代ずっとからかってきたりした。次第に相手するのも面倒になってきて、適当に聞き流すようにしていたけれども、それがかえって彼女の自尊心に傷をつけたようで、彼女の行いは日に日にエスカレートしていった。高校へと進学すれば彼女とも離れることができると思っていたけれども、社長令嬢という身分を持っていながら、彼女は私と同じ公立の高校に入学したのだ。ようやく終わりを迎えることができると思っていたことが、これからも続いていくという現実が私に希望を感じさせることを許さなかった。中学の頃から低下してきていた視力は、高校に上がるときにはかなり悪くなっていた。そのため普通の人よりもレンズが分厚いメガネをかけていた。そのせいでメガネをかけていない時に比べて瞳が小さく見えたり、質量感のあるメガネが余計に周囲から私を浮かせていたことで、ユイの格好の餌食となってしまった。小学校の頃から社長令嬢という理由で周囲から注目を集めていた彼女は、高校生になるとすぐに自分の取り巻きを築き上げ、その勢いで同学年の人たちの多くを一つの人脈の輪の中に組み込んでしまった。そのせいで彼女に何かを言われたり、取り巻きたちと一緒に嫌がらせをされたりするたびに、周囲の人は私から距離を取っていった。そんな理由があって、しばらくの間友達ができなかった。そんな私の状況を大きく変えてくれたのがクラブ活動だった。中学の頃から人と比べて背丈があった私は、高校に入学してすぐにバレー部へと勧誘された。その際、相手は自分の子の身長を褒めてくれた。長い間他人からそんな言葉を言ってもらうことがなかった私は、とても嬉しくなりクラブに入ることを決めた。それから毎日のように厳しい練習に情けない声を上げながら、同学年の仲間たちと技術と体力を磨いていった。そんな日々の中で、今まで声をかけてこなかった子たちも私に話しかけてくれるようになった。あかりさんってもっと固い性格をしている人だと思っていたわ。え、どうして？なんというか、こう他の人と比べて真面目そうな格好をしているから。それにゆいさんとは違って制服をちゃんと規則通りに着こなしているから、気軽に話しかけることができなくって。そうだったの？一緒に練習したり弁当を食べたりするうちにさ、意外とあかりさんってフレンドリーで話しやすい人だって分かって、もしよかったらこれからも仲良くしてほしいな。もちろん、こちらこそだよ。バレー部で知り合った子たちを中心に、徐々に友達の輪が広がっていった。今まで一人でいる時間が長かったことでユイによく絡まれていたけれども、最近は誰かと一緒にいることが多くなったおかげで、私の日常はいくらか平和になった。それに中学の頃からユイに言われ続けて嫌に思っていた体の肉も、厳しいトレーニングで徐々にそがれていき、彼女がからかってくる理由が減った。高校を卒業すると私とユイはすっかり疎遠になった。このままではまた同じ大学に行くことになるだろうと思い、私はあえて県外の大学を受験し合格を勝ち取った。大学生になってからはサークルに入って同世代の人たちとの時間を楽しみながら、勉強とアルバイトにも力を入れていった。彼女のいない大学生活はあっという間に終わり、ついに私も就職して忙しい日々を送る。社会人の仲間入りを果たしたのだった。大人になってからもしばらくはユイのことを忘れることはなかったけれども、いくら嫌な記憶といえども、やっぱり長い年月が経てば当時の気持ちも薄らいでいく。けれどもある日、母親から入った一本の電話で、私は
再び当時の気持ちを鮮烈に思い出すことになった。あかり、久しぶり。お母さんよ。最近元気にしているかい？うん、最近は仕事も順調に進んで、人間関係もいい感じに築けているよ。あら、そう、それはよかったわ。あ、そうそう、あなた宛てにね、高校の同窓会を行うという知らせの手紙が来ているのよ。本当？そっか、高校卒業してからもう結構時間が経っているもんね。来てもおかしくない頃か。私はお母さんと電話で会話をしながら、高校生時代にできた友人たちの顔や出来事を思い出していた。その途中でゆいのことも当然脳裏をよぎった。わかった、お母さん。近々手紙を取りにそっちに行くね。あら、本当？それならあなたの大好物、鶏もも肉の筑前煮、たっくさん作って待っているわね。ありがとう、お母さん。でも無理はしないでね。それからあまり時間が経過しないうちに、私は実家へと戻った。家の玄関に入ると、懐かしい筑前煮の香りとお母さんの笑顔が私を出迎えてくれた。おかえり、あかり。ただいま、お母さん。はい、これ、電話で言っていた手紙よ。それから、夕食にはまだ早いけど、筑前煮ちょっとつまんでおく？あ、ありがとう。でも筑前煮は楽しみにしておくね。私はかつて自分が使っていた部屋へと入り、未だ残してくれている勉強机の前に座って手紙の封を開けた。中には同窓会の日時と参加費が書かれた案内状、それから出欠の確認をする際の連絡用のメールアドレスが書かれた小さな紙が入っていた。正直、嫌がらせをたくさんしてきたゆいと再会するのは嫌なのだけれども、人生で一番充実していたあの頃の友人たちとまた会えると思うと私はワクワクした。なので私はすぐにそのメールアドレス宛てに出席の連絡を入れた。みんな元気にしているかな。けどそれよりも、あのゆいが今はどんな人物になっているのかちょっと気になるかも。私は同窓会の案内状を読むわけでもないのに、じっと眺めながら過去のことを思い出して、そんなことをつぶやいた。同窓会当日、支度していた友人たちとの再会に私は興奮した。みんなあの頃と比べてすっかり大人っぽくなっていたり、化粧を覚えて見違えるほどの美人になっている人もいた。同窓会に参加者が全員揃うと、まず訪れたのは近況報告をしたり、思い出を懐かしみながら笑い合ったりする時間だった。けれどもその最中、突然会場の真ん中あたりから歓声が上がった。何かあったのかな？そう。みんなでその場へと行って状況を確認した。そこにはもう二度と顔も見たくないと思っていたゆいの姿があった。豪華なドレスを着ていて、その上周囲の人たちには自分の薬指につけてある指輪を見せびらかしながら自分の婚約者の自慢話をしていた。この指輪は仮消えのもので300万円もするのよ。これをね、彼が結婚指輪にって買ってくれたのよ。男女問わず全員が彼女にいろんなことを聞いていた。結婚生活はどんな感じだとか、今はどれくらいの貯金があるのとか、食事はどんなものなのかとか、その様子はまるで平民と貴族だった。中身の薄い質問ばかりを投げつけ、それを得意げに答える。正直見ていて滑稽にさえ思えた。この間なんて彼が持っているクルーザーでデートしたのよ。あの時に見た景色は今でもしっかり覚えているわ。今はどんなところに住んでいるの？いろんなところに住んでいるわよ。庭付きの豪邸にも、自然の中にある別荘にも、住みたいところに住んでいるわ。それにこれからはタワマンの最上階にも住む予定よ。夏祭りの時には花火が見えるし、海も見えて景色が最高なの。ゆいは
今の自分の豪勢な暮らしに随分と酔いしれている様子だった。周囲で彼女の話を聞いていた人たちも夢のような話を聞いて歓声を上げていた。私はすっかり興が覚めてその場を離れた。ほら見て、これが私の婚約者。それからはスマホの写真を皆に見せたからなのか、かっこいいとか、イケメンじゃん、羨ましいなどの声が聞こえたりもした。それからしばらくして、私は同窓会の席に用意された食事を高校時代の友人たちと楽しんでいた。周囲の人を見渡しながら、みんな成長して大人になったよねなんて会話をしている途中、私は偶然にもみんなの注目を集めているユイと目を合わせてしまった。すると彼女はにやりと笑ってからその場から歩き出して私のところまでやってきた。ずいぶんと久しぶりね。あんまり変わっていなかったからすぐにあかりだって分かっちゃった。前と比べてちょっと痩せたみたいだけれども苦労してるのかしら。大丈夫？対面して早々こんなことを言ってくるところはあの頃から相変わらずのようだ。彼女の発言のせいでその場の空気が一瞬冷たくなったような感じはしたけれども、私の友人たちが気を利かせて、ゆいさん結婚したんだって、おめでとうと声をかけていた。するとゆいはまた自慢げに指輪を皆に見せて、そうなの、彼はね会社の経営者でお金持ちで私のことをお姫様のように扱ってくれる理想の人なのよと自慢話まで始めてしまった。彼女はすっかりと自分の世界に入ってしまった様子で、私のことなど全く気にもしないで自分の話を長々とし続けた。周りの皆は終わりが見えない彼女の話に途中から迷惑そうに眉を歪めたりし始めていた。そして全員の反応がそろそろ薄くなってきた頃に、ゆいははっと思い出したかのように私の方を見て話を振ってきた。そういえばあかりにはいい人はいないの？え、私？突然のことでどう返そうか少し考えたけれども、この間を否定だと取ったのか、ゆいは突然高笑いしだして、あははは、ごめんごめん、いるわけないよね、あんたみたいなブスに結婚は無理よね。いや、そういうわけじゃないけど。それ以上何も言わなくていいわ。私のような恵まれた人の話なんて聞いてさぞかし胸を痛めたんでしょうね、とそんな調子でけなしてきた。そんな彼女に私の友人のうちの一人が、ちょっとゆいさん、あかりちゃんは？と話しかけるも全く聞いている様子はない。考えてみれば相変わらずそんな分厚い眼鏡にダサい服、男よりも身長は高いし誰だってこんなのを妻にしようとは思わないわよね、とさらに話を続けて、ゆいはゲラゲラと下品に笑っていた。さすがにそこまで言われてしまったら私だって怒りを覚える。だからその格好に見合うだけの品を持ち合わせていない彼女に反論しようと立ち上がったけれども、その時誰かが背後から私の肩を抱いた。とても驚いてビクッと体を震わせてしまったけれども、その後に漂ってきた香水の香りで後ろにいるのが誰なのかすぐに分かった。おかげでついさっき抱いた怒りの感情もそっと冷めていき、温かな安心感が気持ちを穏やかにしてくれた。俺の嫁に対して随分なことを言ってくれるじゃん。私の背後にいる男性がそう言った。純一。私は天井を見るように彼の顔を見た。男性よりも身長が高いと言われたこんな自分よりもずっと背丈があるこの人は、高校時代学年一番のイケメンと名高かった鈴木純一という人物だった。大学を卒業し社会人になってからはアパレルメーカーの社長となり、今ではメディアにもたびたび登場している。高校生の頃も大人になってからも有名人というそのステータスは今でもずっと健在で、多くの人が彼のことを知っている。え、今
なんて。私の友人が彼にそう聞き返した。純一は、ん？俺の嫁に随分なことを言ってくれてるなってと言葉を返した。それを聞いた周囲の人たちが一斉に、へえと大きな声を出してびっくりしていた。うっそ、いつ結婚したのよ。というか、いつから付き合ってたんだよ。結婚してるって聞いてたけど、まさか純一くんだったとは。学年一番のイケメンが同じ学年のやつと結婚か。こりゃおったまげた。など周囲は私と純一に対していくつも質問を投げかけてきた。そんな中で純一は私の肩を軽く叩いた。彼の方を見るとニコッとした笑顔で、ドッキリ大成功だなと満足そうに言ってきた。それからは周囲の人たちに聞かれたことを返していった。俺とあかりは高校の時から付き合ってたんだよ。もちろん告白は俺から。うっそ、意外。それから結婚はつい先週入籍したばかりだ。まあいわゆる新婚ってやつだな。もう水臭いな。教えてくれてもよかったのに。ははは、まああかりが恥ずかしがるからな。数人に教えてわざと恥ずかしがらせていた時も何回かあったけど。きっかけは？きっかけは何だったの？まあ同じバレー部だったし、部活で好きになった感じかな。あら、青春じゃない。じゃあさ、プロポーズの時はどんなことを言ったの？それは俺とあかりだけの秘密、宝物だから教えるわけにはいかないな。キャーと、そんな感じで周囲から質問攻めにされていた。彼が一つまた一つと自分との恋愛の思い出や大事な部分についてみんなに教えていくたびに、私はどんどん顔が赤くなっていくような気がして、しばらくうつむいた状態のままでいた。そんな時、嘘よ、そんなのありえないわ。自分の周囲に集まっていた人たちをすっかり純一に取られたゆいが顔を真っ赤にして大声を上げた。皆が笑いながら会話していたあの賑やかな雰囲気も一瞬にして失われ、沈黙が訪れた。そして全員がゆいの方に視線を向けた。純一くんがあかりなんかと結婚ですって？こんなネクラなブス女と。嘘をつくのもいい加減にしてちょうだい。第一、二人は全然釣り合っていないじゃない。付き合っていた頃にこんなことを言われたら、私は間違いなくひどく傷ついていたかもしれない。でも今の私は何も思うことはなかった。純一はヒステリックになっているとも言える状態のゆいの話をうんうんとうなずきながら聞いていた。そして、まあそうだよね、俺って顔と身長と金を持っているところくらいしかいいところないからさ、あかりに好きになってもらえるだなんて思いもしなかったよ。表面の部分だけを見て頭の悪い女ばかりが寄ってきていた頃は本当にうんざりとした気分だったよね、と軽やかな口調で言葉を返した。けれどもその時の純一の目は非常に冷たかった。呆れ、怒り、悲しみ、哀れみ、そういった負の感情のすべてを感じ取れてしまう冷たい目をしていた。彼のその目を見た後、ゆいは言葉を詰まらせるようになって、しまいには何も言えなくなってしまった。そんな彼女にとどめを刺すように、それにうちの嫁がブサイクだなんて、お前の目は節穴なのかと言って、私のメガネをさっと取ってしまった。あ、と思わず声に出して、最初はメガネを目で追いかけていたけれども、周囲が自分に注目していることにはすぐに気がついた。もう長い間人前ではメガネをかけて生活していた私にとって、その時間はとてもドキドキするものだった。綺麗、誰かがそうつぶやいた。さっきからもしかしてそうじゃないかなって思っていたけどさ、もしかしてモデルのすずじゃないか？
え、うっそ。ほんとだ。言われてみればそっくり。え、まさか本人？皆がざわめき始めた。私はまさかこんなところでその事実がバレてしまうとは思っていなかったので、恥ずかしさのあまり顔を隠してまたうつむいた。うちの専属モデルの鈴は今日まで素性が全く明かされることはなかった。世間からは CG じゃないのかとか、写真なんかは精巧な絵ではないのかなんて言われたりしていた。まあもともと顔の形がいい上にあれだけレベルの高いメイクを施してしまったら、そう思うのも無理はないだろうけどな。純一は周囲の人たちにそう説明した。確かに SNS なんかを見てもそのような推測が立てられているのを見かけたことがある。高い身長や綺麗な体のラインを見込まれて、純一の会社の専属モデルとして働き始めてからは体作りや姿勢にも気をつけてきていた。そのおかげで世間からも高い評価を受けることができていた。マジ？というか、有名ブランドの社長の鈴木くんとあの女性の憧れと言われた鈴が結婚だなんて大スクープじゃない？純一の発言が周囲を再びざわつかせる。そして彼はニヤニヤと自慢げに口角を上げながら、まあな、明日メディアで俺たちの結婚が発表されるからさ、その前に同窓会で皆に喋ってしまおうと思ってさ、と言った。同窓会に参加していたほぼ全員が今彼が明かした事実に驚き、皆純一の周りに集まって話を聞いていた。けれども一人だけは違った。純一の横で皆から祝福の言葉を受けている時、私の視界の中にふとユイの姿が入った。その時の彼女はものすごい競争でこちらを睨んできていた。私は普通ではないその表情に凄まじい悪感を感じた。同窓会の翌日、私たちの結婚のことがメディアに発表され、しばらくの間はテレビのワイドショーの一場面の話題になり続けた。私と夫は二人で一緒にテレビを見たりするときにその番組を見て、世間からの声などを確かめていた。そんな夫婦の時間であっても、私はユイがあの時見せた表情を忘れることができなかった。何かあったのか？もしかしてユイさんのこと？うん、同窓会の時、純一の周りに皆が集まった時あったじゃない。あの時ユイが私のことすごい競争で睨んでたから忘れることができなくて。そう言うと純一は私の頭を少し撫でた後、肩に手を回して抱き寄せてくれた。私、そんなに恨まれるようなことをしたのかな。頭の中で記憶のフィルムが再生された。私物を自慢しては得意げに笑っていたユイの姿がありありとそこに見えるようだ。もしかしたらあかりのことが羨ましかったんだろうな。私のことが？でも彼女の方がずっと裕福だし幸せそうに見えたよ。人には自分が気づいていなくとも誰かには持っていない何かを備えていることがあるんだ。あかりはきっと自分では気づいていなかったけど、ユイさんに羨ましがられる何かを持っていたのかもしれない。そうなのかな。なんとも言えないけどね。まあでも俺も社長になってから知ったことがあるんだけどさ、それは人って一生のうちに必要な心の栄養素っていうのがあること。愛情が足りなければ愛を補おうとする。見てほしい、認めてほしいという承認欲求を満たしてもらえなかった人はそれをどこかで埋めようとする。だから嫌がらせっていうのは得てして弱い人が手を出しやすいことだって言う人もいる。心のコンプレックスがあってそれを埋めるのに必死になっている。それでも許されることではないけどね。純一。まあそれでも俺の妻に害をなすやつは許さないけどね。彼はそう言って笑ったのだった。私と純一は同窓会で彼が言った通り高校の部活を通して仲良くなった。最初は
名字が同じ鈴木だから、部活中に監督から、鈴木、こっちに来い、と言われて、二人揃って監督のところへ駆け寄ったことがきっかけだった。男の方のお前はいらない、と監督が言ったのを聞いて、私が思わず笑いをこぼしたときに、彼も、ふっ、と笑いかけてくれたのだ。結局、私たち二人とも監督の用事に付き合わされることになった。その時に雑用や作業の合間に少しだけ会話をした。それから間もなくして、私は純一に告白され、付き合うことになった。大学へ入る頃には、私の気持ちもかなり大きくなっていた。そのせいで、高校の頃も、大学に入ってからも、女の子を寄せつける魅力を持つ彼に対して、不安を覚えたり、女の子たちに嫉妬を覚えたりした。そんな中でも、純一は私にずっと一途でいてくれた。それが私に彼を唯一の存在と思わせる理由になって、結婚するまでに至った。数日後、私と純一は、互いの仕事の忙しさでなかなか行けていなかった、結婚0周年記念日の外食へと出かけていた。もっともあまり贅沢な場所には行かずに、互いの口に合うレストランで食事をした。その帰り道の時で、私たちはとある居酒屋の前を通った。その時、もう一軒、よかったら寄らないか?と純一が言った。この後家に帰った後の展開はなんとなく予想できていたので、私はドキドキしながらうなずいて、二人で居酒屋の中へと入った。すると、そこには意外な人物がいた。私は思わず、ゆい?と声を出してしまった。よく見ると、彼女がいるテーブルにもう一人の男性がいた。あかり。彼女は最初は私を睨んできた。けれども、純一からの視線に怯えて、すぐに視線をそらした。私はそんな彼女のそばに行き、尋ねた。彼がゆいの婚約者?彼女は気まずそうにうなずいた。私は、やっぱり、と心の中では思ったけれども、正直、同窓会の時に皆から得ていた評価から、伺える人物像からは、だいぶ雰囲気が離れていた。シワが入り、よれてしまった T シャツにスウェット。武将髭を生やしたその男性は、私たちをちらっと一度見ると、すぐにまたスマホに集中した。一方のゆいは、きれいに髪をセットしていて、丁寧に化粧もしていた。服装も色合いを考えて、しっかり選んだおしゃれなものになっていて、正直、今ここにいる男性と、とても釣り合うとは思えない気品の差があった。第一、彼女が言うほど、お金持ちには見えない。どうしてあなたたちがこんなところに来るのよ。彼女はそう私たちに向かって怒鳴り声を上げていた。見た感じお酒が入っているのか顔がかなり赤い。こんなところって私たちだって居酒屋には普通に来るよ。だからなんでよ。夫が経営者ならホテルでディナーとか高級レストランとか、そうやって贅沢の限りを尽くすものなのでしょ?そんなことはないよ。いつもと違う口調、今にも泣き出してしまうのではないかといった感じに、彼女は声を震わせたり、妙に大声を出したりしていた。そんな彼女に純一は、さすがにそんなところは特別な事情があるときとか、社長として接待するときくらいしか行かない。お前も金持ちの娘ならわかるだろう。ふん、知らないもん。彼女は机の上にある飲みかけの酒を飲み干して、そのままうつむいて動かなくなった。私と純一は顔を合わせ、一緒に首を縦に一度振った後、彼女の肩を一方ずつ支えて、彼女を一旦外へと連れ出した。もちろんその際には、彼女の婚約者に断りを入れて。ごめん、純一。ちょっとだけ、ゆいと二人きりにしてほしい。わかった。純一は静かに居酒屋の中へと戻っていった。人通りのない夜の道の上で、私はゆいと二人きりになった。
ねえゆい、ここには私たち二人しかいないよ。ああ、何が言いたいの？もういいんだよ。自分を騙してまで辛い思いをしなくてもいいんだよ。はあ、意味のわからないことを。何言って。口ではそう言ってるけど、私は彼女に近づいた。そしてその手を取って自分の目元を触らせた。確かにユイは私にひどいことをたくさんしてきた。とても怒っていたよ。でもさ、こんなに泣いている姿を見せられたら怒るに怒れないじゃん。彼女の目からは途切れることのない涙が。私は自分の感情と理性とで喧嘩している様子の彼女に思わず抱きついた。そしてもう一度、ここには二人しかいないよと言った。すると彼女は、うわー、静かな夜道に響く悲鳴。彼女のそのあまりにも悲痛な声は、これまでの人生で抱いてきた苦しみの大きさを物語っていた。私はその場に膝をついて、泣くユイから溢れ出る感情に感化されてしまい、自分まで涙を流してしまった。辛かったんだね、辛かったんだね。しばらくの間、私たちは抱き合った。そのうちユイは泣き止んで、感情もすっかりと落ち着いた。私、今まであかりにたくさんひどいことをしたのに。大丈夫、大丈夫よ。あの頃は確かにユイのことが嫌いだったけど、今となっては嫌いだなんてとても思えないよ。本当にごめんなさい、ごめんなさい。ねえ、教えてくれる？どうしてあんなことをしたのか、そしてどうして嘘なんか言ったりしたのか。全部言う、全部聞いてほしい。道端で話をさせるのもなんだと思った私は、彼女を連れて近くの公園へと移動した。そこにあるベンチに座って、ユイはいろんなことを話してくれた。私の家はね、とても裕福な家庭ではあった。でも両親の仲がとても悪くて、毎日のように喧嘩していた。私はそんな二人が怒鳴り合うのが怖くって、いつも自分の部屋に隠れたり家の外に出たりしていた。でもある日を境にして、二人はあまり喧嘩をしなくなった。ある日を境にして？うん、お父さんが秘書の子だと言って知らない女の人を連れてきたあの日から。あの頃はよく理解できなかったけど、今となってははっきりわかる。あれは不倫の始まりだったんだって。それからお父さんはめったに家に帰らなくなった。そのおかげで喧嘩は確かに減ったけど、前と比べたら家の中が寒くなった感じがした。それでもお金に不自由することはなかった。だから私はお金を使っていろんなことをして自分の不安を和らげようとするようになった。もしかして小学生の頃に着ていたあの服？そう、自分で買ったものなの。そうやって親がくれた服だって自分に信じ込ませていつも着ていた。親の金だから親が買ってくれたも同然って。ゆい、あの服を着ていれば学校でもみんなが集まってきてくれる、話しかけてきてくれる。それが嬉しくて、いつも自分はお父さんの会社の服を着るようにしていた。でもそんな中でも、あかり、あなただけは私に全く関心を示してくれなかった。それを見るとまるで自分の両親を見ているようで怖くなった。だから、その、彼女はそこで言葉を濁らせた。私は気にしないから言ってと彼女の手をそっと握った。私みたいにみんなに注目されていなくても、母子家庭の子なのに一人でいても満足そうにしているあかりを見て嫉妬しちゃった。
私より幸せそうで乱暴なお父さんがいないあなたにすっごく嫉妬した。だからあんなひどいことをして憂さ晴らしをしていたの。今では本当に悪かったって思ってるんだ。大丈夫だよ。私だって実は似たような感じなんだ。え？私の父さんはね、酒癖が悪くて酔うと暴れる人だった。給料のすべてを酒に費やし、お金がなくなったら暴れ出す。しまいには当時小さかった私に働けと言って手を挙げようとしてきたんだ。だから私の母さんが身の危険を感じ、私を連れて家を出たの。その後離婚が成立するまでお母さんはとても苦労したって聞いている。あかり、私たちはしばらく何も言わずに黙ったまま時間を過ごした。今ゆいが婚約しているあの人はどういう人なの？正直ほぼニートとも言える状態の人ね。いつもスマホばかり見ているのは FX のチャートをチェックするためだって言ってるけど、実際お金を稼いだことなんて一度もない。 SNS ではデイトレーダーを自称みたいだけど。そうなんだ。でもユイほどの人がどうしてあの人のことを好きになったの？優しいところ。絶対殴らないの。怒鳴らないし、それにギャンブルもしない。え、でもそれって人間として普通なことだと思うけど。もうわからないよ。お父さんもこれまで付き合ってきた人もみんな機嫌が悪くなると私に強く当たってくるけど、今の彼はそんなことをしないから大好きなの。お金は？お金は家からの仕送りとか？そう尋ねるとユイは首を横に振った。今の彼との付き合いを続けたいって親に言ったら反対されちゃって、でももう私には彼しか心で頼ることができる人がいないから口論になって、その挙句感動されちゃった。え、じゃあお金はどうしてるの？私が稼いでる。今は夜の店とかコンビニとか掛け持ちをしているの。今の婚約者は働こうとはしていないの？前に勤めていた会社の上司がすっごくひどい人だったらしくて、それから仕事することに対してトラウマを抱えてしまって。私は二人が置かれている状況の厳しさに言葉を発することができなかった。そんな時ふと香水の香りがした。何度も何度も嗅いで安心感を得てきた香り。私ってバカだよね。こんなこと言ったって何も変わることはないのにね。いや、それはまだわからないぞ。私とユイの背後から純一の声がした。パッと振り返るとそこには純一と居酒屋にいたユイの婚約者がいた。私は二人に、もしかして話聞いていたの？と聞くと純一が、ああ、ユイさんが自分の父親の話をし始めたあたりから聞いていた。まあ盗み聞きだなんて。俺もまあちょっと品がなかったと思ってる。でもそうしたおかげで変化のきっかけを作ることはできたと思うぞ。純一は男性の方を見てうなずいた。男性はベンチに座っているユイの前に立った。ユイちゃん、ごめん。僕はずっと君に甘えてしまっていたようだ。ユイは何も言わず静かにうつむいている。ユイちゃんがそこまで辛い思いをしているとは思わなかったよ。男性がそう言うと純一が少し怒ったような口調で言った。思わなかった。その言葉はお前がどれだけ彼女に対して関心が薄かったのかを証明するものだ。お前は結局その子のことを都合がいい女だとか金づるだとか思っていたんじゃないのか？違う、そんなことはない。だったら自分の行動を変えなくてはならないことくらいわかるだろう。
今まで使っていた金がどこから来たのか、どんな苦労をして稼いできてくれたものなのか、考えもしないで毎日中途半端な勉強して一向に実績も残さない、そんな今の自分が俺の言葉に対して違うとどうして言える？それは。男性はすっかり萎縮してしまった。でも同時に彼は両手の拳を固く握って、あなたの言う通りだ、僕は今までずっと甘い考えで生きていたことをここで自覚した。ちゃんとしたい、ちゃんとしたいとはいつも言っていたけど、結局僕は、と本当に悔しそうに言った。それに対して純一が、ではどうする？と尋ねた。その時うつむいていた結が顔を上げて彼の顔を見た。男性は彼女の疲れた様子の顔を見て表情を引き締め、目に決意を宿した。働く、もうこれ以上結ちゃんに苦労をかけないためにも僕もしっかりと働きながら資格の勉強をする。今度はもう中途半端にはやらない。彼女との生活のためにも僕はまず仕事を見つけるよ。うん、そうか。純一はやる気になった男性に一枚の名刺を渡した。これ以上悲劇の主人公を気取ってもじもじするようなら怒ってたけどさ、どうやらその必要はないみたいだな。 FX なんて経済について真面目に勉強し続けている人しか成功しないもんだ。結局それに頼ろうとするなら普通に就職する人以上の努力をしなければいけない。どの道茨の道なんだ。やるなとは言わない、でも今はそれよりも先にやるべきことがあるんじゃないのか。この名刺は未来へと走る列車の切符なんつってな。純一、そろそろ帰るか。あかり、冷え込んで寒くなる前に。うん。長時間座っていたせいかベンチから立ち上がろうとした時うまく力が入らなかった。純一はそんな私の背中にそっと手を回して立つ手助けをしてくれた。その後私たちは闇の中に二人の姿を残してその場を去った。それからしばらくしてユイの婚約者から純一のもとに連絡が来た。最初はあまり期待していたわけではなかった純一だけど、仕事を紹介してみると彼は真面目に働いてくれているとのこと。けどまあ続くかどうかは別問題だけどな。なんて時々口にしてはいたけれども、いつも彼のことを気にして話を聞きに行ったり、時々一緒に食事をしに行っていることを私は知っている。ちなみにユイの父親の会社だけれども、純一の耳に入った情報によるともう長くはないのだという。一人娘だったユイがいなくなったことで彼女の母親と愛人がいよいよ対立し、泥沼の裁判を繰り広げたのだとか。その結果ユイの父は長年の不倫の代償として彼女の母に対して多額の慰謝料を払うことになったんだと。正直もう少し早くその離婚が成立していれば、ユイだってもっと苦労の少ない人生を歩むことができたのではないのかなって、私は自分の人生と重ね合わせて複雑な気持ちになった。私もユイも父親に関してあまりいい印象を持っていないと思う。少なくとも私は結婚というものに対して昔からいい印象は抱いていなかった。だから最初は純一からの告白は受けても結婚の話は流し続けてきた。それでもまっすぐに愛を伝えてくる純一に私はとうとう口説き落とされた。その時から私は彼が与えてくれる愛情に大きな喜びと幸せを感じていた。そしてある日純一は私にこう言った。子供のためには両親が仲良しであることが一番なんだって。彼はそう言って私のお腹にそっと手を乗せた。ええ、あなた、先日私たちの間に一つの未来が宿ったことが分かった。私も純一も一緒に涙を流して喜んだ。俺は
この子に恥じぬ父親になれるかちょっと心配だな。あらあら、そんなことを言ったら私だって不安があるのよ。なら一緒に頑張っていい両親になろうか。そうね。生まれた時点から悪人である人なんていない。与えられてしまった厳しい環境に順応するために心が歪んでしまうことでみんな良くない人生を歩むことになってしまうんだなって。昔、それからあの日に私はユイの意地悪な彼女とか弱い部分の彼女を見たことでそういう考えを持つことができた。それでも相手を傷つけるのは何があっても許されることではない。しかし痛みを知る一人の人間としていざという時に歩み寄ることのできる優しさは忘れないようにしていこうと思った。そうすれば許すことのできることを一つ増やすことができる気がするから。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。貧乏で食なしのお前に彼女なんてできるわけない。そう言って俺を蔑む元同級生、やっぱり同窓会なんて来るんじゃなかった。いやいやながら母に背中を押されて参加した同窓会で見下され、帰ろうとしたその時、私が彼女ですけど何か？そう言って腕を組んできたのはまさかのあの人だった。俺の名前は佐藤翼。田舎の実家で母と二人トマト農家を営んでいる。俺は昔から容量のいい人間ではなく、勉強に運動、何をしても人並みにできるようになるまでに時間がかかった。ただ、母にいい思いをさせてあげたい。その思いは、幼い頃から一度も揺らいだことはなく、安直だが、勉強をして、いい会社に入れば給料をたくさんもらえて、母にいい暮らしをさせてあげられると思っていたので、俺なりに勉強を人一倍頑張ってきた。どうして俺がこんなにも母のことを思うのかというと、俺には父がいなくて、ずっと母子家庭で育ったからだ。母からは、父とは俺がまだお腹にいる時に離婚しており、一切の関係を絶ったのだと聞かされている。なので母は養育費をもらっておらず、完全に自分の稼ぎだけで俺を育ててくれたのだ。通常、父親が稼いでくるはずの額を女手一つで稼がなければならないのだから、それはそれは大変だったと思う。母の両親はどちらも他界しており、母はその両親が営んでいたトマト農家を引き継ぐ形になった。しかし、農業だけでは生活がままならず、母は夜勤のパートもしていた。農業はただでさえ体力がいるのに、それをしながら俺のために夜も稼ぎに出かけている母に楽をさせてあげたいと思うのは息子として当然のことだろう。そうして勉強に打ち込んでいた俺だったが、勉強しかしてこなかったことがあだとなったのか、単に容量が悪いからなのかはわからないが、それ以外のスポーツなどはあまりできなかった。特にコミュニケーションは苦手で、授業で当てられて教科書を読んだり、黒板に書いたりは難なくできるのに、人と目を合わせての会話やグループディスカッションなど、とにかく他人と話をすることに関しては苦手意識が強かった。そんなこんなで迎えた高校3年の夏、俺は大学に行きたかったが、実家が貧乏だったため、母になかなか言い出せずにいた。それでも、言うだけはただだと思い、母さん、俺大学に行きたい。困ったね。母さんも生かしてやりたいのは山々なんだけど、そんなお金、うちにはないんだよ。
分かってはいたが、やはり大学進学は厳しいとのことだった。なので、一時は進学を諦めていたのだけど、他人の先生から奨学金制度というものを紹介してもらい、これなら将来的に自分で返済していくわけだし、母に苦労もかけないで進学ができる。そう思い、申請をしてみることにした。その結果、学校の成績が良かったことと、母子家庭といったいくつかの条件を満たしているため、返さなくてもいい給付型の奨学金をもらえることに。そうして学費を心配しなくて済んだ俺は、受験当日まで第一志望の大学に合格するため必死に勉強し、見事合格。晴れて大学生になった。成長しても容量が悪いことが変わることはなかったため、大学の講義についていけるか不安だったが、そこは人一倍の勉強量でカバーし、なんとか卒業までこじつけた。大学卒業後、俺は第一志望の大手企業に就職した。これで将来は安泰だ。そして貯金が貯まれば親孝行ができる。そう意気込んでいたのもつかの間。俺は大学でもコミュニケーションの苦手を克服することはできずにいたので、デスクを希望していたのだが、なんと営業に配属されてしまったのだ。しかし、入社して間もない俺に拒否権があるわけもなく、しぶしぶ了承。決まってしまったことを嘆いても仕方がない。俺はもう社会人なんだ。そう切り替えて、俺は営業を通してコミュニケーションの苦手を克服しようと、プラスに考えることにした。そして迎えた配属初日。佐藤翼です。よろしくお願いします。声が小さいぞ、新人。見るからに陽キャな社員がそう言うと、そんなんじゃ契約取れないぞ。と、周りの社員たちも便乗するように、笑いながらちゃちゃを入れてきた。悪気がないことはわかっていたが、俺はそういう体育会系の雰囲気が中学の頃から苦手だった。それに、噂には聞いていたが、ここにいる人たちは契約を取るためなら本当に手段を厭わない連中ばかりで、俺はそんな風潮も苦手だった。そんなやり方を目の当たりにしていたものだから、俺はお客さんにはちゃんと納得した上で契約をしてほしいと思い、無理に買わせたり、嘘のセールストークをしたりはせず、正面から向き合い、信頼していただいた上で契約をしてもらうよう心がけて営業を行っていた。その甲斐あって、お客さんからの評価は高かった。しかし、一件一件に重きを置きすぎて、営業成績はいつも最下位だった。おいおい、佐藤。お前また最下位じゃねえか。強盗さん、すみません。もっと先輩のやり方を学ぶとかしないと。お前は容量が悪いんだからさ。先輩のやり方。俺にはとてもじゃないがそんな卑怯なやり方はできない。そう思っていたのが顔に出てしまっていたのか。あ？なんだその目は。俺のやり方に文句あんのか？なら結果出してみろよ。俺の半分も契約取れないくせに、生意気な態度取ってんじゃねえぞ。後藤さんは高圧的な態度です。俺にそう言って、顔を近づけてきた。すみません、すみません。こんな風に、後藤さんは営業成績が張り出されるたびに、俺のことをいびっては、面白がったり、理不尽に切れてきたりした。それだけならまだ俺も耐えられた。実際、俺の営業成績は後藤さんの足元にも及ばない。結果が全てのこの世界で認めてもらうには、お客さんの満足度より、
契約数の方がはるかに重要だったから。けれど、後藤さんのいびりは日に日に過激さを増していき、ついには朝礼で俺を吊るし上げるようになった。こいつ、また契約取れなかったみたいですよ。皆さん、どう思いますか？張り出される成績表を見ればわかるものを、わざわざ声を大にしてみんなに知らせる後藤さんは、なんだか楽しそうだった。それだけにとどまらず、ついには地味な嫌がらせまでしてくるようになった。その内容は、俺にだけ連絡を回さなかったり、提出した資料をわざと放置し、受け取っていない、と言って、決済してくれなかったりと、悪質で、業務に支障が出るようなものばかりがほとんどだった。そして、お前、この仕事向いてねえよ。やめちまえ。後藤さんはとどめを刺すようにしてそう言った。日々の嫌がらせや営業成績が張り出された時の容赦ないいびりに、俺は限界を迎えそうだった。朝起きて会社に行くのが辛くなり、後藤さんを見ると鼓動が早まり、冷や汗をかくほどになった時、俺は精神科を受診した。その結果、うつ病と診断された。そのことを部長や社長に報告しようとしたが、なんて言われるか怖くて、それすらも伝えられずにいた。うつ病と診断を受けてからは、業務にも支障が出まくりで、お客さんにもいろいろと迷惑をかけてしまった。そのクレームの多さから、ついに俺は社長室に呼び出された。営業成績は悪かったが、客からの評価が良かったから君をそのままにしておいたのだが、こうなった以上、君にいてもらう必要はないと判断した。クビだ。俺はこの時、ショックよりも安堵の方が大きかった。うつ病で、休職。または退職を考えていたが、言い出せずにいたので、会社から首を言い渡されたわけだから、心置きなくここを去ることができると思ったからだ。そうして職を失った俺は、転職しようにもうつ病で、とても仕事ができる状態ではなかったので、田舎の実家に帰ることにした。母さん、ただいま。ズバッサ。お帰り、大変だったね。仕事、クビになっちゃった。ごめんね。俺はこの時、母の顔を見て安心したのと、鬱になってしまったとはいえ、クビになったという事実が悔しくて泣いてしまった。そんな俺を、母は優しく抱きしめてくれた。翼は頑張ったよ。今は休みな。その後、順調に回復した俺は、実家に残り、農業を手伝うことにした。母はとても喜んでくれた。高校生まで実家にいたが、勉強で手一杯で、農業を手伝ったことのなかった俺は、体力もなければ、トマトに関する知識も乏しく、最初はとても苦労した。けれど、慣れてきた頃には、トマトを一つ一つに関心を持って、トマトを見るだけで楽しくなるほど農業にはまっていた。そんなある日、いつも通り畑で作業をしていると、近くに車が止まる気配を感じた。気になってみると、その車は誰もが知っているような高級車だった。こんな田舎に一体誰の車だろう？と不思議に思って見ていると、運転席から女性が降りてきた。綺麗な女性だった。しかし、降りてくるなりふらふらとおぼつかない足取りをしていたので、俺は声をかけた。大丈夫ですか？そしてついに、女性はその場に倒れ込んでしまった。この日の気温は30度を超えていたし、熱中症かもしれないと思った俺は、
急いで女性のもとへ駆け寄った。お腹が、え？お腹が空いた。なんだそんなことか。とりあえず熱中症ではないことに安心した。しかし、こんな高級車を所有できるほどの金持ちが、お腹を空かして倒れるなんてことがあるのだろうか。不思議に思ったが、ともかくお腹が空いているのなら、と、トマトはお好きですか？大好き。ちょっと待っててくださいね。そう言って俺は畑に戻り、収穫予定だったトマトを一つ取ってきてやった。するとその女性はトマトを手に取るなり、なりふり構わずトマトにかじりついた。俺にはその様子がどこか愛おしく思えて、もう一つ、もう一つとトマトを食べさせてあげた。本当にありがとうございました。美味しかったです。女性はとても喜んでくれて、俺も美味しいと言ってもらえて、とても嬉しかった。私は藤本光と言います。あなたは？佐藤翼です。本当に美味しいトマトを作るんですね。見たところまだ20代のようですけど、ずっとトマト農家をしているんですか？いえ、いろいろありまして。退職して実家の農業を手伝ってるって感じです。でも、やってみると意外に楽しくて、藤本さんのように美味しいって言ってくれる人たちのために、一つ一つ丁寧に育てているんです。この畑になっているトマトは、俺の子供のように愛おしくて、まるで大家族の父親になった気分ですよ。変ですよね。そんなことないです。素敵です。ああ、そろそろ行かなきゃ。本当に美味しかったです。ありがとうございました。藤本さんはそう言って高級車に乗り込み、さっそうとどこかへと行ってしまった。コミュニケーションが苦手な俺だったが、藤本さんとはなぜか緊張せずに会話ができた。不思議な女性だったが、もう少し話をしてみたかったな。俺はしばらく藤本さんの通っていた道を眺めていた。その数日後、俺の元に高校の同窓会の招待状が届いた。俺は高校時代勉強ばかりで友達を作ってこなかった。何より、そんな俺のことをいつも見下してきていた桐山という男がいるのかと思うと余計に行きたくなくなる。桐山は都内にいくつもの企業を束ねている桐山グループの社長の息子で、いわゆる御曹司ってやつだ。すごいのは父親なのに、いつも威張って俺のような陰気な生徒を見下しては笑いの種にしてきた。俺はそんな桐山が超がつくほど苦手だった。けれど、その招待状を母に見られてしまい、久しぶりに会ってみたら、案外、いい人になってたりするもんよ。もうみんな大人なんだから、翼もそろそろ彼女とか欲しいんじゃないの？絶好のチャンスじゃない。行ってらっしゃい。別に彼女は、それでも母の言うことには一理あった。そうだ、桐山もみんなももう大人なんだ。わざわざ過去のことをほじくり返してからかうなんてしないさ。母に背中を押された俺は同窓会への参加を決めた。そして迎えた同窓会当日。案内の通り向かうと、着いたのは高級ホテルだった。中に入ると結構賑わっており、どうやら俺たちの隣の会場で企業のプレゼンが行われているようだ。会場に入ると懐かしい面々が一堂に会してとても賑やかだった。が、やはり友達のいなかった俺は完全に孤立状態。ただただお酒を飲んでは、初めて見る料理を手に取るくらいしかやることがなかった。しかも、
俺の通っていた高校はそれなりの進学校で、卒業生は大体がエリートだった。誰もが知っている企業でバリバリ仕事していたり、中には起業して成功したやつだっていた。だからなのか、みんなは俺をチラチラと見ては、何やらひそひそと話をしている。その会話が聞こえてきたとき、俺は胸が痛くなる感覚に襲われた。あいつ、会社クビになったらしいぜ。聞いた聞いた。勉強しかやってこなかったから社交性がないのよ、きっと。落ちこぼれだな。ただでさえ孤立している俺に、容赦なく降り注がれる冷たい視線に、俺は立っているのもやっとなくらい打ちのめされていた。そして嫌な予感は的中してしまう。おう、佐藤、お前会社クビになって実家に帰ったんだって？じゃああれか？今は実家のちっちゃいトマト農家を手伝っているってか？毎日泥にまみれて、お前の人生楽しくねえな。そんなことないよ。農家だって誰かの役に立ってるし。ああ？何言ってかわかんねえよ。もっと声張れよ。その桐山の姿と喋り方が、営業時代にいびられた後藤さんに似ていたものだから、俺の鼓動は早まり、あの時のように冷や汗までかいてきた。俺はもう嫁も子供がいるんだぞ。同い年なのに、お前って本当に恥ずかしい人間だな。そのなりじゃ、未だに彼女の一人もできたことないんだろ？まあ、貧乏で食なしのお前に、彼女なんてできるわけないか。そういった次の瞬間、桐山は俺の頭に持っていたワインをぶっかけた。桐山、酔いすぎだ。桐山と高校の時に仲良かった田中が止めに入る。けれど、周りは俺を嘲笑い、桐山に同調していた。もう帰ろう。やっぱりこんな場所来るんじゃなかった。そう思っていた時だった。私が翼の彼女ですけど、何か？と、背後から女性の声が聞こえてきたかと思ったら、その女性は俺の腕に腕を絡ませてきた。何事かと思いそちらを見ると、その女性はなんと藤本光だったのだ。え、藤本さん？すると彼女は、私に任せて、と言わんばかりに、指を唇に当て、シーという仕草をした。藤本さんは、これまでの一連の流れを見ていたらしく、まさか桐山グループの御曹司がこんなゲス野郎だったなんて、がっかり。なぜか藤本さんは、桐山が御曹司だということを知っていた。俺は機嫌に思い、桐山の方を見ると、桐山の表情は青ざめており、今度は桐山が冷や汗を流していた。そう。実は、藤本さんと桐山は顔見知りだったのだ。その理由から、桐山グループの大口取引先が、藤本さんの父の会社だったから。しかもこの日、隣でプレゼンを行っていたのは、桐山グループだったのだ。いいプレゼンだったから、その線で話を進めようと思ったのに、今回はなしにさせていただくわ。行きましょう。そう言って藤本さんは、俺の手を組んだまま、会場を後にした。実は、藤本さんが田舎に足を運んでいたのは、新しいホテルの建設を予定していたため、その視察のためだった。その後、藤本さんの会社は桐山グループとの契約を打ち切ったそうで、桐山グループの経営は傾いた。そして感動された桐山は、家族の縁を切られ、追放された。今は何をしているかさえもわからない。藤本さんは、実家のトマトを相当気に入ったようで、父親に頼んで、新しいホテルの仕入れ食材として契約までしてくれた。母はとても喜び、トマトにも箔がつき、
農家として大成功した。ホテルでのことがきっかけで連絡先を交換した俺と藤本さんは定期的に遊びに出かけるような仲になり、交際にまで発展。光、俺と結婚してくれ。新しくできたホテルのレストランで俺はプロポーズし、俺たちは晴れて夫婦になった。今では二人の子宝にも恵まれ幸せに暮らしている。才能というのは自覚しなければ磨かれないものだと俺は思う。それは逆に自分の短所も自覚さえすれば対処のしようがあるということにもなる。俺の場合だとコミュニケーションが苦手で容量が悪くても努力を怠らないという努力する才能があるといった風に自分を分析してみると、進路や転職で迷っている時に役に立つかもしれない。また近年、同調圧力によって自発的に行動したり、発言したりできる環境が少なくなってきている気がする。いじめが一番わかりやすいだろう。桐山のような金も権力もあるような人間が弱い者いじめをしているとき、いけないことだと分かっていても、桐山に嫌われたくない。桐山に目をつけられたくない。そう思う心が優先して、傍観者になったり、加害者になったりする人が多いのが現状だ。そりゃ誰だって、強い人間を敵にはしたくない。だからその気持ちも十分理解してあげられる。でも、そこで勇気を出して、被害者を守る側に立てたのなら、あなたの人間性は格段にレベルアップするはずだ。いじめを経験したことのある人ならわかるはずだ。大勢の敵を前にしたとき、たった一人だとしても、救いの手を差し伸べてくれる人がいるだけで、どれだけ安心することかを。それができる人は、必ず人生で報われる。そう思って、これからの人生、困っている人がいれば、大丈夫ですか?の一言がかけられるような、相手を思いやる気持ちを忘れずに生きていってほしい。あなたならきっと、そうなれると、俺は信じている。いかがでしたか?チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。